それでは、タイニーチャットの解説をしてみます。海外では、人気急上昇のチャットです。最大12人で、カメラと、ボイスで、チャットができます。このページは、タイニーチャットの、トップページです。部屋、はここで作ります。水色のボタン、インスタントルーム、をクリックします。URL、 が表示されますが、あなたの部屋の URL になります。エンタールームで入室します。フラッシュの読み込みが始まり、窓が表示されたら、ゲストを選択してください。下の欄に、ハンドルネームを書きます。続いて、Go を押します。 Facebook の窓は無視してツボタンで窓を閉じてください。なお URL は COM スラッシュの後に好きな文字を入れて部屋を作ることもできます。まず左下にあるサウンドのチェックを外します。ログを打つとなるぽよが出なくなります。 このままだと、チャットと YouTube しかできませんので、カメラとボイスの設定をします。パソコンの音楽をかけたい人もこの設定をします。左上の水色のボタン、スタート、ブロードキャスティングボタンを押します。パソコンの音源によって違ったりもしますが、カメラにしない人はマイクを指定します。 メニカムなどを使う方はカメラを選択してからコンティングを押します。わかりにくいですが、ここでは録音デバイスを選びます。ステレオミキサーとも言いますね。ここで間違えてもやり直しできるので、それっぽいのを指定してからアジャストボリュームボタンを押します。 フラッシュプレイヤーの窓のプライバシータブの許可と設定を保存にチェックを入れて閉じます。コンティングボタンを押します。マイクが選択されている状態でフィニッシュを押します。 この状態で、ボイスや音楽がかけれる状態になります。音源にミキサーがない人や、フラッシュが入ってない人はできません。少し、音楽をかけてみます。マイクの絵の左下の小さなイコライザが動いてれば成功です。 全員、聞けます。他の参加者も、同じように設定すれば、ボイス、や、音楽、ができます。何人かでボイスや音楽をかけたりするときは、順番で一人だけ音を出すようにしてください。その他は全員、上にある、ミュートボタン、を必ず押しておいてください。 次は、YouTube 動画をみんなで見ます。中央の YouTube ボタンを押します。ここで動画の検索ができます。歌手名でも曲名でも検索できます。とりあえず、石川み、と入れてみますね。 石川ゆみの動画がいくつか表示されますまで、一つ選んでみます。そしてプレイボタンを押します。 をやるときは、上にある、ミュートボタンを必ず押しておいてください。音がハウリングしてしまいます。これは全員で見ることができます。動画を止めたり調整するには動画の真ん中にマウスを置くと調整が出てきます。検索で見つけにくいなら、 検索窓に YouTube の URL を貼り付けるとその動画を指定できます。検索窓でマウス右の貼り付けができないので、キーボードのコントロールキーと V で貼り付けしてください。